やっぱカンテ戻ってくるのテンション上がるよね。怪我さえなかったらカンテが最強ですからね。なんで、ユーロメンバーにカンテがね、サウジでプレイしたけど入ったんで、で、ポグバがカマビンガーになってるみたいなことじゃん。ここでカンテ復帰させんのでしたンさすがだね。あとはどのぐらいなんかその、重要な役割任されるか。まあ、控えでもね、まあ、カンテはチーム壊さないし、途中から出てくるカンテめっちゃ頼りながら、だからあの、マドリーディモドリッチ的な役割ですよね。 もう途中から入ってくるモドリッチは絶対試合良くしてくるじゃん。で、フィジカル的にもさ、相手が疲れてきたところで、だったら、ベテランでね、その、フレッシュな状態のフィジカルバトルは大変かもしれないけどね。カンテはサッカー野めちゃくちゃ高いですよ。で、カンテに関して何がすごいかっていうと、スニーキング。見えないとこからカンテって寄せるんのよ。で、スピードの上げ方すごいし、半身マタも使うし、横にスルって入ってくから小さいんだけど、体の幅でスッて持ってったりとか、そのまんま、相手のドリブルを自分のドリブルするみたいな奪い方できるから。 かカンテそういう技術詰まってて、スピードも速いから、で普通にサッカーもうまいでしょだカンテがヨーロッパで見られなくなったの辛いっすよね。カンテの弱点意外に時間にルーズ。そうだね。あとはあれだよね。ダビド・ルイスとウィリアンが経営してるレストラン行った時に絶対にお金払わなかったでしょ。そんな冗談やめてよっつって逃げ切ったんでしょ。カンテはね、出た時すげえいい活躍したけど、やっぱりその、セガのところとか、あとカンテ自体が もう無理やりにでもトップレベルでやるみたいな気持ちはないんでしょうね。サウジアラビアリーグって今どんどんお金入ってきてんのかね。こんなにベンゼマ取ってカンテ取って、ロナウドね、その前からいてみたいなさ。まさヨーロッパで見たかったですけどね。まあ正直ね、もう、桁が違うぐらいの額の年俸出してくれるなら、まあベテラン選手になったら行くよね。サウジアラビアリーグね。 入荷する買収した企業がサウジリーグの主要4チーム買収したからみたいな。え、同じリーグで同じ企業,企業が持っていいんだ。その辺いいんだね。別業界の話ですけど、アニソイベントとかもサウジでめっちゃやってて、国を挙げてエンタメに金使ってるイメージあります。え、それって石油出るからってだけなのお金あんのって。カンテの穴埋めれるそうな選手っていますかでもチェルシーカンテどころじゃない穴開いてるから、クレーターみたいにドーンって開いてるから、気になんないんじゃない、うん、カンテ10年間同じ携帯使ってる。 でもあれですよね。なんかその、うん、どうなんだ海外とかどうなんなんかさ、日本人ってさ、あの、実はモテないとか、実は地味とか、実は貧乏みたいな話好きだよね。稼いでるみたいな話すごい嫌いだよね。あのスターがあんな車にとか、あのスターが喫茶店で普通にお茶してるみたいなさ。ゴリゴリに稼いでる人のほうが好きだからさ。かっけえな、みたいな。ヒップホップ好きだからかな、親近感ね。そう、親近感なんてもうなければないほどいいからね。 いや、自分と近くて、自分も悪い人生じゃないなと思いたいみたいなとこあるんだろう。あ,あスターも大変なったみたいなとかここが、活心が、あの、お釣りもらわないでタクシーにいつも1万とか3万とか渡しちゃうから。で、もう銀座とかみんな飲み連れてって、一晩で何百万使っちゃうから、すげえ借金膨れ上がったんだけど、玉尾さんそれ全部返しに。まあ、女の人に苦労させないるんだけど、ただ、玉尾さんが京都でタクシーに乗ると、 勝さんからいただいてますんですってあの、お金を渡させてもらえないみたいな話好きです。<laughs> さんもお金ガンガン使ってください、ね。ね、えでももう普通にでもあれです、ね、お金使うの僕の場合服とか、服と今はシュワボですね。高額所得者は高額納税者だとしてほしいといてうう。今の税制詳しくないけど、詳しくないというか、まあくわうん、そこそこふわっとしゃべらなるけど、落合さんは、 初めてね、1億円プレイヤーになったときに、大長島いら大長島超えたときに、1億もらったけど手取りが3000万だった。7000万ぐらい国に持ってかれてんだよね。明石家さんまさんも絶対ウーバーには1万払うんですよ。あ、そうなんだ。 Thank you.